皆様お階段の世界をゆっくりとお巡りください弟が一応その回収しましたよっていうあの証拠の写真を撮ったんですよ。その時に、まあ、写っっててしまったっていう どうも、島田周平です。始まりました。島田周平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ、あの、このチャンネルですね、これからもどんどん頑張っていきますので、ぜひ皆さん、チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。そしてメンバーシップの方もやっております。ぜひね、そちらの方もよろしくお願いいたします。さあ、今回、めちゃくちゃ楽しみな方、来てくださいまして、もうね、聞きたいことがもう山ほどあるんですけども、 えーもうね、まずはね、紹介させていただきたいと思います。大人気チャンネル、ギャル霊媒師飯塚結衣チャンネルより、飯塚結衣さんに来ていただきました。お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。<laughs> 本当に可愛らしい方で。いやー、とんでもないです。<laughs> ありがとうございます。ギャル霊媒師という肩書なんですね、<laughs> 一応。そうなんです、まあ。めちゃくちゃインパクトがある名前だと思うんですけど、代々、三代。 あの、ついておりまして。そうなんですよね。はい、ギャルゲーばいっていうから、すごくポップな方なのかと思いきや。はい、実は、もう、家系で代々受け継がれて、三代目なんですよね。はい、そうなんです。え、先代というのが、祖祖母、祖母から来て、まあ、母が継ぐ話は出てたんですけども。まあ、母はちょっと、あの、その一部始終すべてを見ていて、まあ、私は怖くて、できない。 っていうことから私がついであじゃあお母様もそういう力はあったけどもちょっと辞退したという形なんです、ねはい、そうですねなのであの結構ちょっとこう一人でやるお祓いが大変な時とかは、うん、こっそり母とかあの弟も今ついでますので、えええー、3人でお祓いをしたりとかはあります。じゃあご家族皆さん、はい、そういった力が そうなんです。でも中でもユイ一さんが強いって感じなんです。そうですね。あのみんなやっぱりこう力が種類が違うんですけど、やっぱ種類とかあるんですか、うん？あるんです。で、えー、どういう種類があるんですか。では、あの人の気持ちを見る方の霊視ですね。はい、と、もう霊と戦うとか、あの例を供養する癒す。あのもう本当にあと鑑定とかですね。 人のことをこう導いていくて全てにオールマイティーな力を持ってるものが、まあ、継ぐことがふさわしいと言われてるんですけど <laughs> まあその中で一番ちょっと秀でてたっていうのもあってあの仙台から受け継いだものを伝授して7年間武者修行をして、はあ、今、えー、とその7年間の武者修行を入れて全部でちょうど今年で20年目になります。 はい、今まででもされてきたわけですよね皆さんねその、まあはい、一旦が垣いま見れるですね、えー、チャンネルがこちらありまして、えー、ギャル媒師飯塚ちょっとこれどういったチャンネルかちょっと皆さんにご紹介頂い,いてもいいですかあのですね、えーと 基本的には私の本当そのままもうノンフィクションなあの出張に全国にお祓いにご依頼をいただいてあの伺わせていただいてるんですけどもうそれをずっとノンストップでもうほんと全てあのノンフィクションなので急に起こる怪奇現象とか、まあ、イレギュラーな出来事に見舞われることをそのまま載せてるようなチャンネルでございます。だいたい6時間分撮ったものをあの凝縮して あの、二十分ぐらいで、チャンネルには載せてるんですけど。はい、カットしてるところには、もっとまずいものが載ってたりとか。ぜひ皆さん、あの、はい、概要欄の方にですね <laughs>、はい、載ってあります。ぜひ、あの、ギャル霊媒師新、はい、塚ゆいチャンネル。チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いいたします。お願いします。 今日どういった話を持ってきていただいたんでしょうか今日はですねどちらかというとただただその心霊体験をしたというお話よりは実際に私が依頼を受けた時のお話で私も体験したり私のその写真で撮れたものもですねあの証拠がある実際のお話っていうのをちょっと持ってきた感じです、はあ、ではよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたしますあのやっぱりいろんなところから あの私自身こう依頼を受けることが多いんですけども、はい、わら人形の回収っていう依頼を受けましては<ー>、はい、でそれが普通の、まあ、ただただこうわら人形を取って帰ってきてほしいってお話なのかと思いきや発見された方がご本人もちろんご本人なんですけど自分の名前が刻まれてるわら人形が 自分の住んでいる近所の神社で見つけてしまった。自分が呪われていることをね分かってしまったわけですよね。そうなんです。あのまあ本堂の裏ですね。うん、こう林にちょっと囲まれた神社だったので、まああまり人が来ることもなくそこにこうやりやすかったのか、その方の名前が刻まれているものがあったようで、うん、で自分で取るものも怖いですし、取、ね、ったら来るんじゃないかっていうのも怖すぎてしまって、うん、どうにか。 ちょっと先生にあの依頼をして、もう回収ごとしていただけないかってお話をいただいたんです。やっぱり呪いもね、効果が出ないように打ち消してほしいって気持ちになりますよね。はい、よね怖いですもんね。怖いですよね。はい、でやっぱりそれは行かざるを得ないなと思ったので現場まで行ったんですけども、はい、まあ今こんなご時世にこんなこう集落というか、もう本当にその よそ者が来たぞじゃないですけどそんなところあるのっていうぐらいなところにあったんですねその神社がこれはの可能な限りでいいんですが、はい、関東とか東北とかで言うと関東です。関東の本当にごく一部なんですねでまあちょっと車でないといけない道ではあるのでまあそういう意味もあってあの。 簡単に人が行き来できないところだからちょっとこう集結して作られてるのかなとは思ったんですけど、うん、まあちょっと地図を頼りに車で行ってでたどり着いた時になんかゴンゴンって人ががここううを鳴らすすよよな音が聞こえたんであな何かやってるのかなと思って気にしなかったんですけどその瞬間からまず人がわーって来まして、うんはい、集まってきまして。 まあ本当に集落なんでしょうね。見たこともないようなポスターがまず貼られてるんですよ。あちこちに。<ー>あのあなたのことを見てますっていうようなこう見たこともない真っ赤なポスターで真ん中に目が描いてあるような。ですかそれ。めちゃくちゃ怖いですよね、はいで。まずそこからもう怖かったんです。正直。うんうん、やっぱりあの人の怖さというか、うん、とんでもないところにとんでもないその状況が行なって 割れていいるというか逆に言うとそういう場所だからわら人形を設置したのかなとも思ったんですけどまあちょっとそれを気にせず回収しに行こうと道具を持って行こうとした時にパシャッとまず写真を撮られたんですよね。誰で,すか車でです多分その住民の方やっぱまあそれもちょっとこう気にしすぎて目が合ってもなんか刺激しちゃうかもと思っても気にせずこう撮りに行ったんですけど。 でどこだろうねと思って、探してたら、まあ、あったんですよね、藁人形が。あ<ー>ただ、よく見ると、すごい数だったんですよ。えー、だから、もしかしたら、あの、そういうのを専門で。こう、その方たちの暗黙の了解で、扱ってる場所になっちゃってるのかなと。神社自体がです、ねあ。はい、は,はい、はい。やっぱり、あの、今。 神社さんってなかなかこうちょっと代々継いでるお家が少ないっていうのもあって外部からあのこう清掃とかでとりあえず管理をするっていうことであの受け継いでる方が多いのでその状況ももしかしたら知らないのかもっていうぐらいのちょっと小さい神社ではあったんですけどえここからまず探さなきゃっその,い,らっしゃるのいくつぐらいあったんですか ざっとですけどパッと見てざっと30個はありました。ええー、本殿の裏側の、はい、まあね神社の木だから多分大きな木がたくさん生えたわけですよね。そうですね。いろんな木にもう30個ぐらいもばあっとこう打ち付けられてるわけです打ち付けられてましたね。その絵だけでもすっごい怖いですよね。もうゾッとしてしまって、うん、いやもうちょっとこういろんな恐怖がもう情報量が多すぎてですね、ちょっと冷静にならなきゃと思ってうん、うん、その時一緒に弟も同行してたんですけど、でまあ。 名前をこう探して会、ねこ<う>、あったこれだってこれを回収するのにまずパッて取ってはいけないので清めて一応こうお払いを軽くしてから取り除かないとそのまま自分に入ってくるので<ー>なんでこう村人の方にも気づかれてますし、まあ、その中で短時間で行って早急に取ろうっていうところで読み始めたんですけどまたパシャって聞こえたんですよね。うん ただまたた同じ方が取ってたんですよずっと車でこうぐるぐる私たちの,その周りを走ってるようでうん、うん、これは私たちの命も危ないかもしれない違う意味でっていう、うん、本当にいろんなものがこう含まれたあの依頼だったんですけど、まあ、なんとか回収ができて、うん、よしじゃあこれを納めてあの持って帰ろうとした時にあの危ないっていうふうに弟に突き飛ばされたんですね。はい、でびっくりして 何って聞いたらマムシが三匹いたんですよ。<laughs> で三匹も三匹もいてで弟が危ないから帰ろうってすごい顔で剣幕で言われてえ、うん、なんでって聞いたんですけど見てって奥の方を指さしてたんですよ。はい、何って聞いたらほら虫かご持ってるでしょって大きいだ誰がですか村人の方です。あ,ははあの人さっきまで このヘビ中に入れてたたけけどああ、放ったわけですすねそうですで、もう外部から来た人に消しかけてたっていうことですよね。そう,ですそうです、すそうでで、車の中もいっぱい覗かれてていろんな方に。弟の車です、ね、いやこれはもうなんかいろんな意味でデンジャーだなと思って、うんでまあ、とりあえずこう回収したものは見えないように隠してで車のところまで行ったらやっぱりあの直接は何か言ってくるっていうような感じではなかったので。うん さーっとこういう目で見ながら離れてっては言ったんですけど車に乗る前に一回またその収めるのにですねちょっとこう軽く清めてた時に弟が一応その回収しましたよっていうあの証拠の写真を撮ったんですよその時にまあ映ってしまったっていう <laughs> えさあのまず回収しましたよって写真のことは、はい、そうわら人形ですよねわら人形の、ね、写真見るだけでも怖いですけど<っ>そこに何か写ってるかもしれないってことですよね今そうですねわら人形はですねあのー、一応カットトリミングしてあのトリミングはいグ写,真写真をですね <laughs> あのカットして。<laughs> 切り取りました。わら人形じゃなくて写真をですね。はい。あのー、びっくりした今。わら人形をトリミングしたのかと思って。<laughs> すごいこと。さすがギャル霊媒師と思いましたけど。<laughs> ワンちゃんですよね。ワンちゃんみたいになっちゃいますよね。やっぱりちょっと危ないんで、<laughs> はい、あのー、縮小して私の部分だけを取ったあ,<ー>あの写真で見えないような感じになってる、はい、ようにはしてるんですけど。じゃあ写真皆さん見た方も大丈夫ですね。大丈夫です。はい、はい。これちょっといろいろあのー、突っ込みどころがありまして。 カットしてるんで映ってないんですけど、藁人形がここわかりますか？ゆいすぐ目いきました何個？私の目がまずおかしくなってそうこんな鋭いなんかもう正気がないっていうか、はい、そうなんです。こんな怖い顔してないですもんね、ゆいさんね。してないですよね。うん、で、私と別で額が映ってるんです。眉毛、目、髪の毛の分け目、こう私の毛と違うのでここだけ。<laughs> 最初なんか結衣さんの顔になんかかかってるなと思ってたんですけどこ、はい、これれ顔顔ででですすすよね顔ですこれです目がつぶれてて眉毛で分け目でこの明らかに違う紙質のここまでの方これが写ってしまってでなんでこの写ってしまったかというと回収したじゃないですか。 藁人形から取り除いたんですね取り除いた瞬間に私に取り付いた写真ですそれは呪った人が人がですその念というか、はい、その気持ちがガッて来たわけですかそうですで依頼者様にも一応確認で見せたんですけどまあもう口を塞いでこの人ですえ,ー、えちなみにごめんなさいあの個人情報なのであれですけど、はい、依頼者さんっていうのは女性の方 女性の方ですじゃあじこの方今映ってるのもなんか僕は女性に見えたんですけどじゃあ女性が女性を呪っていてはいでしかもここの土地の地主さんでしたえー、なんで私たちが来ることも察知できる情報綱というか、まあ、動く人間はいらっしゃるというかいろんなことがこうつながってあだから私たちも、まあ、つけられて確認されて。 分かったんだなとちょっとごめんなさいその地主の、まあ、女性ですよね、はい、まあ娘さんなのかもしれませんが若く見えますのでそうですね。の方がその同じ村に住んでいる依頼主の女性の方を呪った、はい、とことですよねこれもまた理由が怖かったんですけど、まあ、意を決してあのお話ししに行ったらしいんですよねご依頼主様が。あの なんかちょっとこうあまりよろしく思われてないお話を聞いたんですけどなんか悪いこと私たちが悪いことをしましたかっていうふうに直接地主さんに聞いたらしいんですね。でその時におっしゃった言葉が「あなたたちよそ者でしょ?」なんですよ。1ヶ月前に引っ越してきてここの村とは全く関係ない人でしょ そんなななの歓迎するわけいいいじゃないっていう理由です。まあ隠すどころかもう開き直ってお伝えしたようで,でそれが私があの回収した後だったんでっていうことは神社に行きますよねあの自分がこうやっているわら人形がないわけですよね。っていうことは「あ呪いがバレたじゃあ隠す必要がないから本人に聞かれたら言おう」ということで多分言ったんだと思います。 関東という話でしたけども、はい、何かこう歴史的に見て例えば大きな戦で負けた方の一族が、はい、そこから隠れるために山里とか人里離れた場所にこう隠れ住んでる里ってまあ歴史的にあってそ,、ね、それがいまだにこう続いている場所ってやっぱあるじゃないですか。もちろん、ね、今こうだいぶ開かれてきてはいますけどやっぱりでも昭和初期ぐらいまで。 やっぱりそこに住んだ方たちっていうのは見つかっちゃいけないっていう教えだったりとか隠れ住んでるっていうところがあるからまあ異様にこうよそ者に対して誰か知らない人が来た時にみんなでその監視してで時にはもしかしたらですよこれは予想ですけどもっと前の時代だったりするとそのよそから来た人がここに人が住んでたよってことを情報を得て 人里の方に行ってしまうと、この場所自体がバレてしまうってなると、その人を生きて返せないとかってこともあったのかなって思うんですよね。そういう感じでしたね。<ー>やっぱり我々がその帰る時も車に乗って、まあ、こう道を出ようとするじゃないですか。まあすごい勢いでこう思いっきり車の中に顔を覗いてこうやって入れてくるぐらいなので、もうそれが本当にオーバーな話じゃなく。 だいいた車で1キロ走って1キロを超えるまでの間もすれ違う方みんなこうでこう見ながらこう電話を取り出す方もいたりとかああもうそういう場所なんだなっていうのがやっぱりもうはっきりと分かったっていう感じではあったんですけどやっぱおっしゃってる通り無理やりなんかこう木を植えてるようなちょっと作りなんですよね。そこだけポンと ちょっと小さい森とこう人目がつきづらいような感じにほんにこう車で走る際にはあのまず人が住んでるようには見えないような感じになってましてなで傾斜があって、えー、余計こう目が届かない場所にあったので、えー、あ実在してるんだなまだこういう場所がとでやっぱりナビでこう調べてもですねあの出てこなかったですはあまだいまだに9年前の話ですよね、うん、はい。 なんか本当都市伝説ですけどそういう隠れ住んでいた集落あともしかすると何か代々何かを封じるとか結界を作るみたいなことを仰せつかった集落とかもうなんかあるって話あるじゃないですか。はい、そうですねでそうなるとやっぱりこの一族だけこのね身内だけでずっとこうコミュニティを作ってきてる、はい、っていう中で、はい、地主さんですよね。 地主さんね、だからその神社の本殿の裏に30個もわら人形があるって異様じゃないですか、はい、でもそれがそのままになってるってことはもうその地主さんの家が何かあったらもう代表してやっていてそれがもうその村公認のような形になっているんじゃないかなとか。あ実際それはあの後からの情報でそういう。 ことだということが分かりましたね。ってなると地主さんっていうのはまあね。そのところを収めている方ですけど、そこ一帯の中で一番霊力が高いとか、昔からそういうようなことをしていた一族なのかもしれないですね。そうですね。そのご依頼、主様がたまたまあの夜中にですね。起きた時になんか外から音楽が聞こえてたようで、でなんだろうと思って耳を澄ましても聞こえなかったみたいなんですけど。ちょっとこう。窓を開けて耳を澄ませたら。 地主さんの声でお経を読まれてたみたいですお家に、はあ、それが夜中の三時半とか、はあ、いやいろんな依頼があるんだなって今回改めて思いましたけども、ね、ただやっぱり藁人形の回収って、はい、やっぱりこれすごく危険なんじゃないかと思いますけどもだいぶ危険でしたねやっぱりこの写真が撮れてしまったのもあったので まあ早急に自分のお払いもしたんですけどもあの車がが、ね、帰り、タイヤがパンクして。これあのよく言うのがもちろん、ね、亡くなった方の例もいます、はい、でもやっぱり今回の場合ってわら人形って生きてる人の思い念である意味生き量と言われるような類になってくるわけじゃないですか。生き、ね、の方がなんか怖い。 ですかね。生き霊の方がやっぱり危ないですね。危ないっていうと、はい、あの、その理由としては、亡くなってる方ってもう、あの、なくなってますので。ただこう、ご自分のこう、ご気持ちというか、やっぱり無念な気持ちが多いことが、ほとんどなんですけど。生き霊というと、やっぱり生きている人間ですので、常にやっぱりエネルギー蓄えられますよね。<laughs> <laughs> ですし、特定した人に対しての、気持ちが。 強くなるので、生き霊として飛ぶので、根拠があるんですよね。その肩に付く。なるほど。根強いんですよね。狙い撃ちでね。狙い撃ちで。はい、はい。なので、やっぱりこう。怨念の力っていうのは、やっぱり生き霊の方が強いですし、やっぱそれを邪魔したってなると。まあ、やってる側からしたら、邪魔ですから。何かしらで帰らせないように。それが実際、今本当におっしゃった島田さんの。いうような生き霊の力でタイヤがパンクしたのか。 もしくは私たちが見てない時にパンクさせられたのかはわからないですいやちょっと今回のお話なんかその村全体の怖さっていうね、はい、そういう場所がいまだにあるんだなっていう部分のそうですねこね本当にちょっと前の映画とかドラマなんかでありそうな話でしたけどもそうですねやっぱり結構なんか最近また怪談の映画が多いと思うんですけど、えー、本当にああいう感じですいや「マムシを放たれる」ってね <laughs> そうですね いやほ本当に日々ねボランティアで無償でやってるわけですもんね皆さんのために頭下がりますの本当に体にお気をつけになってなかなか頑張ってくださいありがとうございます皆さんですねこういったもの全部じゃないですが乗ったりとかねしてる動画大人気ですがギャル霊媒師飯塚ゆいチャンネル概要欄貼っときますぜひ皆さんねチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたしますいやんかちょっとレベルが違いますね 壮絶なお話でただただ聞き入っちゃいましたけど本当大変だなと思いましたそうですねやっぱりなんかこう人間とも戦いがあるのでやっぱこう常に命の危険は感じてますねいやまたぜひよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたしますというわけでゲストギャルレイバイシ、はい、飯塚由依さんでしたありがとうございましたありがとうございましたいろんな経験 じゃあもう、はいはい、当たり前のように子どもの頃からそういう世界が、まあ、見えて、はい、でそういいう世界にいたわけですよね。ねそうですねでやっぱり小さい時なのでもう判別もできないぐらいまだちょっとこう修行もしてないので、えー、近所にいるおばあちゃんとかに「おはようございます」って学校に行く時に挨拶してたんですけど。20歳にになった時に お前ずっとあそこ誰もいないのに壁に挨拶してたよっていうのを母から聞いてあの<う>歳で初めてて知ったっていうのもました普通のまあ普通っていう方もよくないですけど、えーはい、家庭だとまあ子供の頃ってねなんかそういうふうなこと言う子もいるじゃないですかで,す、ね、でもそんなのいないよとか、はい、そういうこと言っちゃいけないんだよって言ってどん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 その可能性が閉じられちゃいますけど、はい、まず家庭がねみんなそういうふうに見える人たちだから。そう 多分その否定もないからどん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 またそれが育ってくっていう下地があったんでしょうねそうですねやっぱりなんかこうなんとなくですけど噛み合わないことが多いなお友達と話しててっていうことがあったんですね <laughs> でもまあみんな優しい子たちだったんで多分それを突っ込まないでいてくれたんだと思うんですけどまあ結構やっぱりあのいないはずの人数分の私がお菓子を持ってってお邪魔してたりとか <laughs> 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 なるほどねはい そうなんです。友達の親御さんも気づいてたけど、まあ、優しく、こう、言わないでいてくれたっていうのもありましたね。あ、いい環境で。いい環境で。いや、本当、子供ってね、無邪気が故に、ちょっと、それをね、いじってとか。そうです。なんか、お前、気持ち悪いぞとか、言いかねないじゃないですか。いや、そういうことにはならずに。ならずに。みんなに、こう、すくすくと見守って、育てていただけたっていう環境があった。んですそうですね。あ、の、やっぱり、あの、霊媒師さんとね、言われる方たち、僕も何人か、お会いしたことあるんですけど。 はい、大先輩大御所の方含めて結構ねきつそうな方多いんですよ<ー>人相もちょっとこの口調も<ー>でもゆいさんってすっごい柔らかくって<ー>物腰も柔らかで低姿勢でっていう,うだなんかそういうやっぱり環境がそうですね環境もそのあったと思いますしあとはやっぱり私たちの修行って無償でお払い無償で鑑定。 無償でその人たちの痛みとまあ、自分のその苦労を経験値として刻みなさいっていうのがあるんですね。うん、なのでたくさん苦労するだけその人たちの痛みがわかる分優しくもなるし強い人にもなれるからっていう教えなので多分それでこう痛みがわかる分なんかこういう気持ちで言うような感覚とかがなくなっ 素晴らしいっすよね、うん、さっきからなんかこの暗闇の中だからか分かんないですけど、はい、なんか時折あの北斗の剣のユリアに見える瞬間があって本当なんか柔らかいし優しいし<ー>こう地合にこう満ちてる方だなと思っていいや本当に今日お会いできてよかったですありがとうございますありがとうございます。 さあ、今日のゲストの方なんですけども、めちゃくちゃ楽しみな方来てくださいました。あの、お笑いのもう大先輩でもあるんですけども、ただ、階段階で行ってもまさにレジェンドの方なんです。ご紹介いたします。 シンデレラエキスプレスの渡辺広重さんです。お願いいたします。どうもよろしくお願いします。あ, <laughs> ありがとうございます。<laughs> いやあ、ありがとうございます。いやいや、もう本当に光栄です。いや、お久しぶりです。読んでいただいて本当に。皆さん、光栄ですよ。渡辺広重さん、<laughs> はい、あのね、山口敏太郎さんがやられていた、はい、あの、まあ、ま、会談の全国大会。はい。 あちらの方で3年連続なんと4回も優勝しておりまして殿堂入りされてる方なんですよ。はいはい、いやいやそんなもうもうありがとうございます。だって階段の本数とかえげつないですよね、はい、どれぐらいありますか階段はもう本数数えたことないんですけどまあ一人で喋ったら10時間以上は喋れんのかなとか分 <laughs> かんないですけどねそんなもんちゃいますかね。 で、そういった会談の活動もですけども、はい、コンビ、まあ、芸歴で言うと、この度、はいえー、何年になられるんでしたっけ ?35 年になりました。おめでとう,とうございます。35周年。35年。はい、まずはじゃあ今回、もう早速、会談、はい、の方、聞かせていただきましょうか。はいあかえー、私があのお世話になっている大衆演劇の 座長さんがいらっしゃいまして、はい、大戦劇っていうのは結構その毎月決まった劇場、それを全国いろいろあの持ってはるんですけど、いろんな劇場に行って、1か月間ずっとほぼそこで住み込みで学園に寝泊まりしながら公演をするっていうのがまあ主なんですよ。うんうん、で、私がお世話になってるその座長さんもそういう形で公演をされています。で、その方っていうのがすごくね、あの、絵が、 得意なんです、うん、その方の格影っていうのはすごい評判でで守備でやってらっしゃるんですよ別にそれを商売にしてるわけじゃないんですけどそしたらまあ今現在出てる劇場があるとしたら次の月にその出演する劇場の声主さんから連絡があって、えー、師匠あの来月出ていただくにあたって。 次はこういう方がいらっしゃいますっていうのを劇場のロビーでそういういいポップ作ったたり宣伝もしたいんですで師匠が得意な絵をもしあれでしたら書いていただいてまあ書いたやつがあったらそれを送っていただいてそれを飾らせていただくんでどうですかうん、うん、そしたらあの、まあ、座長もそれ喜んで「あいいですよ」って言ってあの返事をしてで、まあ、住み込みですからずっと楽屋で多分書いてらっしゃったんでしょうね。 でその次の月になりましたので、まあ、そこの劇場に乗り込んんででいくんですよねそしたらその劇場の支配人の方が「ありがとうございます」って言って、うん、あの送っていただいて座長本当に師匠本当に送っていただいたんでもうみんなこんな絵の上手い方こんな才能のある方がいらっしゃるんだって喜んで入りましたっていう、うん、あそうですかじゃあ1ヶ月お願いしますね」って座長言うんですけど、はい、そしたらそのね支配人の方が「すいませんただ一つお知らせがありまして」うん この劇場ね、今月いっぱいで閉めることになったんです。うん、で、そんな話した。あれ、そうなんですか。いや、劇場としては本当にあの好調だったんですと。ただそれ以外のところで、まあいわゆる赤字というか、うん、そういうまあ決算出しちゃったんで、ここを手放さないといけなくなったんです。本当にすいませんってなったんですよ。で、あ,あ、そうなんで、まあでも残念ですけど、じゃあ最後のこの一ヶ月一生懸命やりますね。 っって言って言、はい、でそれが終わって全部荷物をあのトラックに乗せまして久しぶりに大阪に戻ってこられたんですよ、うん、で大阪に戻ってこられてまあ、まあ、劇団員の方はもう倉庫にそれを直しますと「なあもう座長ここで降りてください」大阪の南で。 おりましてねでまあ座長からしたら久しぶりにもうその大阪の南にまあ帰ってきたって感じです。うん、で行きつけのスナックがありましてそこにこにうよるんですよですその時に家に持って帰るちょっとした荷物とあと自分が描いて飾っていた絵ですねそれをこう額縁ごと風呂敷に包んで持ってでそのスナックに行ったんです。そそしたらそこの ママさんが、はい、ああ、師匠、久しぶりーって言って、うわー来てくれたねって言って、あいやいや、久しぶりやなーって、ほんで飲んでたら、ママさんが、師匠、その今、持ってらっしゃる、それは何っていう,うん、うん。これは絵だけど。ああ、そう。それちょっと風呂敷き開けて見してよ。ってこうなる。で、風呂敷、パッと見せた。そしたらママさんが、うーわー素敵な絵ね。 この絵お店で飾らせてもらららっっったたどううかしらってこうなった、うん、ママさんからしたらひょっとしたらこれを飾っとけばまた師匠は座長はそこのお店に来てくれるであろうという計算もあったかもしれませんでも本当に絵が気に入って飾ったいいよでまあ師匠座長からしてもそれを持って帰るより飾る方がまあまあ自分もと思ったんでしょうね、うんうん、でそれで飾ったそしたら翌朝になったらその 座長寝てましたらね電話がかかってきたんですよ携帯あ,、はい、あれと思って枕元パッと出たらそのママさんなんです、うん、ごめんなさいって昨日お店がぼや騒ぎで燃えた、うんうん、自分たちが店出た後とバコの不始末かなんかあったのかそれであの店が燃えてすぐに駆けつけてもちろん消防車も来たんだけどお店の半分、まあ、弱ぐらいちょっと燃えちゃったん で,それでごめんなさいってで預かった絵が、あのー、は無事だったんでだからそれだけお知らせようと思って本当ごめんなさいっていう話だったんです。でその座長は心配なんでその日お休みだったから南に出て。 そのママのスナック、顔出したんですよ。うん、それもちょっとお昼過ぎですよ。わっと、そしたらもう片付けばーっと終われてるママさんが、うわーごめんなさいねでしょあのこれ映画無事だったからって、あのいつか返そうと思ってたんだけど、今来てくれたの、じゃあこれって言って返した。うん、風呂敷にまた包んで。で、あもう気をもう落とさないでねって言って、そのまあ座長はその店を後にするんですけど、せっかく南に行ったんでっていうので、別の またスナックあるんですよ。はいはい、あの、なじみの。そこへ行った。行ったらやっぱりその、それは何って聞かれる。うん。もうこれは絵だけど、じゃあ見せて、パッと見せた。見せたら、そこの店のママさんが、わあ素敵な絵ね。でもね、私なんかこの絵ダメなのよ。なんかこう、ゾクゾクってするか、なんかそんな感じで、ごめんなさい。なんかこれ私、ちょっとさすがにもう、あの、 隠ししといて欲しいいいてぐらいてああ見ら見れないってそんなこと言いし,、えー、そしたら後ろのカウンターに座ってた男の人年配のお客さん,んですけど「ああちょっといいですかその絵私にも見せてもらっていいですか?」「いいですよどうぞ」でしたらその方がいたく気に入りまして「うん、わ素敵ですね」「これ私の会社の社長室飾らせてもらっていいですか?」「会社経営してはる、うん、であどうぞ,どうぞ あいいですかお借りします」って言って持って帰られたんですよそれから数か月ほどしてからその座長は京都のその,大進撃の劇場出て,たんですよ出てたら「あの師匠ちょっとお客さんいらっしゃってるんですけど」って言って劇場の方こうや、はい、どうぞ通してください」学園に来た。来たらその顔見たら知らない人なんですけどなんか見覚えのあるような感じの顔の方若い方来たんですよ。うん まあ20代の方だから名刺渡されて何だろうと思ったら「いやあのー、座長は私の父親に絵をあの貸してくれはりませんでしたか」か <laughs> あああの時あじゃあ息子さん」ってことになる、はあはい、でその息子さんが「いや実は」ってうちの父親なんですけど急に失踪した<え>いなくなったんです、はい ですよでその中であの例えばお母さんとの夫婦仲が悪かったわけでもない夫婦仲良かった、うん、で事業はもう全然好調だった、うん、だから何をその失踪する理由っていうのは分かんないですでも会社のいろんなことがもう回らなくなったんでだから私が継ぐことになりまして社長室も,もう一心で飾ってるこれはってなった時にその座長さんから借りてる お返ししに上がりまたたっっっって持ってて言持きはったんですそうですかいやもうお力落としなくって話になってで座長はそのそんなこともありながらそこでまた公演が終わってまた大阪に久しぶりに帰ってくる、うん、いつものように荷物その絵と自分のちょっとした荷物だけ持って南大阪の南に降り立ってでそのまた別の店に行ったんですなじ、はい、みの店あるから、ええ、そこで僕と出会ってるんです久しぶりに。おは 「師匠」って言って僕は師匠って座長のこと言うてるから「おお渡辺久しぶりやな」って「いやこうこうこうで、ね、久しぶりですねそうですか」って言ってで一緒に飲んでる時になんかその絵の点末を聞くんですよ「これは絵絵を持って帰ってきてるんけど、うん、こんなことがあったら絵やねん」風呂敷に包んでますね。でそれを見るか、はいって言われて、ええ、見せてもらっていいですかパッ 開けたら、あのね、青々とした草原を真っ白な馬が、タッタカタカタカラッ,タカラッタ走りながら、カーボーイがその馬にまたがって、このね、右手を上にグッと上げてるんですよ。うん、で、すごいこう、なんですか、スピード感のある、爽やかな絵なんです。はい、もう、晴天の青空が広がってるところ、ザタタタタカラタ走ってる絵だから、白い馬が素敵で、うわ、素敵な絵ですねってこう言うたんですよ。そしたら座長が、 ああ、これなあ、ほんまは黒い馬やねん。で、それだけ言わったんですよ。え黒い馬。何のことだろうと思って。で、絵の点末も聞いてるから、お前これ持って帰るかって言われたんですさ、もうさすがに、あの、<laughs> 遠慮しますよ。って言って。で、そのまま座長は家に帰られました。もう遅くなかったんで。私も帰りました。で、翌日の昼過ぎに私の携帯が鳴った。全然知らん。 電話番号なんですよ。はい、パッと出たら、その座長の、その師匠の劇団の座員さんなんですんあのうちの座長亡くなりました。っていう知らせの電話やったんですよ。えーでえー、いや、昨日までめちゃめちゃ元気やったんですよ。はい、って言ったら、脳内出血でもう手の報道交渉がなかったんです。 もう本当急死だって我々も今もうあたふたしててでいろんな方にとりあえず電話を今してるんですよってなってそうなんですかで翌日がお通夜だったんです、はい、行きました家族葬でもう本当にこじんまりとした感じでやってらっしゃったんですよで行ったらまあまあお坊さんがもうお経を唱える準備もされてるんですでもう本当に身内だけがいてるようなとこなんですけどおかしいなと思ったのがその 座長のまあうんとカオケがあってで家があってっていうところなんですがそこにその白い馬の絵が飾られてるんですよ。<ー>でずっとお経を唱えてるんと思ってそんなとこになんでこれがそんな意味あんのかなと思って、はい、で終わりましたでその後奥様がご挨拶されるんですけどめちゃめちゃ仲良かったらしいんですよ。うん、で落ち込んで落ち込んでっていうことなんですけどで 主人は本当に手の施しうがなくて脳の2箇所を同時に出血を起こして亡くなったんです、はい、あのお医者さん曰く。でそれも脳っていうのは人間の脳っていうのはこの上のこのどう,うですかあのこの上のところにも脳があります鼻の辺りですね脳があるしもうそこから上まで全部脳って広がってるじゃないですか。この 顎の上顎の上上がったところの出血と脳のてっぺんの部分両方同時あったって言うんです、ね。はい。でそれを僕らは聞かされて、うん、そうなんですかってなった。そしたら奥さんがそこでちょっとこう間ができたんですよ。そしたらお坊さんが全部聞いてたんでしょうね。うんうん、あのー、個人の方が描かれたこの絵がここに置かれていること。 まあ、今日は皆さんお身内ですからみんなそんな不思議だと思わないかもしれませんがこの絵がなぜここにあるかこれ奥さんからのお願いなんですと、うん、この絵にはものすごく何かいわくあるようなことが起きてるとでこの絵をお焚き上げをするにあたって今ここでお経をあげさせてもらってこのあとお焚き上げしたらいいんですがこの絵は実は黒い馬だって個人の方おっしゃってましたよね。うん 仏様、はい、おっしゃってましたよねってなってみんなそうなんですよ聞いてるんですよ黒いの黒い,はい、はい、で「はい聞いてます聞いてます」聞いてますってなって「どうですかこの絵が本当にどういうものなのか確かめてからお炊き上げしませんか?」ってよかったら。へ<ー>ってなって、はい、で座員さんとかみんな持ってるあの500円硬貨あれでその絵をガリガリガリってあの削っていくんですよ。はい で、これアクリルで描かれてる絵なんですね。で、私は絵のことって本当詳しくないんですけど、それって実は下に別の絵があったらガリガリ削れていくっていうんです。ああ、はい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 。で、それを本当に下の緑の青々とした芝生の部分からガリ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 って削っていくんですよ。削っていったら、その削ったところが青々としてなくて、もう黄土色というか茶色の焦げ茶色の 焦土ですよ。うん、もう、あの、焼け野原みたいな、あんな色が出てきましてね。削っていくとこ全部そういう色なんです。ガーって上がっていく。上がっていったら、馬の足、白い足ですよ。はい、そこもガーガリガリガリっ削っていったら、黒い馬の足になってるんです。あ、これかと、座長が言ってた。うん、で、ガリ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 っていくと、カーボーイのブーツの部分削れるんですが、ブーツのところが、これね、わらじなんですよ。 わらじで、こう、まあ、なんか、鎧甲冑の、その足の部分っていうのがもう明らかに見えるんですよ。うん、リアルに。で、ガリガリ削って、削って、削っていく。行ったら、もう、ここがもう本当に鎧なんですよ。うん、胴体のところ。で、ぐわっと上げてるところ、ガーって、もう鎧を、鎧に身を、まあ、まとった、そういう侍ですね。はい、それがもう、黒い馬に乗って駆け抜けてる絵なんです。 しかも、青空の部分っていうのが、もう全部鈍天なんですよ。うん、全く違う色調の絵で、ガリガリガリってやると、手をこうやって上げてるところ、この部分っていうのは、向こうは空になるんですが、違うんです。グッと握ってる、この、握り拳ですね。このところから、棒が出てますね。うん、はい、棒。ほんで、そのままガリ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 って削っていったら、そっから上に棒がブワーっと伸びてるんですよ。だからこそう、槍なんですよ。ほうん。はあ、これ槍やで。 って話になって。で、ガリガリってやったら最後、その槍の部分に丸いものが刺さってるような感じが見えるんです。この顎の部分見えまして。生首ですわ。で、それガリガリが全部削ったら、その槍のところに生首がゴソッと突き刺さって、ぐーって表情した、その絵が見えたんですよ。はい、その顔見た瞬間に、その生首の顔見た瞬間に、これ、 座長の顔やって誰もが思ったんですよ。ええー、座長の顔がそこに突き刺さってるんですよ。黒い馬またがった侍の。ほんで、あと思って、ただそれは座長の顔だって誰もは言えなかったんですが、で、その時にうちの主人は奥さんがね、全部これ、ああ、こういうことだったんですねって言うて、ボロボロ泣き出して、 で、うちの主人は、絵を描くって言ったら、もう気持ちがバーンと入って、もう全然違う、思ってた絵と完成の絵が全く違うんですって。うん、だけど、その日も多分そうだったんでしょう。でも、劇場の声主さんに頼まれた絵は、爽やかな絵を求めてるはずだから、急いでその上から、もう一回、描き直したんだと思うんですって言ったんですけど、 その槍がゴンと生首に刺さってるところ、この首のとこからグッといって上に突き抜けてるでしょ。それ、どっちも師匠が脳内出血で亡くなった箇所があるんですよ。そうですね。こことここで貫通してるとこですよね。はい。はいはい、で、我々はそれはさすがに言えなかったんですけど、白い馬の絵だと思ってた絵、黒い馬だっていう、そういう絵の点末のそんなお話がこれです。<ー>はい。 実際見られたわけです、ね、見たんですそれはでも我々見た人間がそこで何か変なことがあったとかそんなわけはなかったんですけどただすごいのがまずそれを手にした劇場はまあ潰れてしまう次の方っていうのがもうお店なんですけども火事になってしまう、はい、でその次の方は失踪してしまう、はい、で次のまあその書かれた本ご本人は亡くなってしまう。はい 結果4つの場所に行ったんですがその不幸もどんどん大きくなってる気がしますよね。そうなんです,、はい、んですだから多分そのいろいろ吸い取って吸い取って吸い取っていくっていうかことでしょうね。で多分あの時私が「持って帰りません」って言うたことで多分その絵のいろんなこの顛末が終わりを告げるみたいなもんやったんですかね。で結果的にその絵というのが自分自身が矢で貫かれてる絵なわけじゃないですか。そそうななんでですすのの未来の自分になってるわけですよ、ね、はい これすごく不思議なのが、はい、そういった絵を知らずに手にしてしまっていたことによって知らずに呪いがかかってしまっただったら何かわかるんですけども自分で気が付いたらそんな絵をでまあ,あのちょっとふざけるのも好きな方だったんですけどねすごい普段からユーモアのある方なんですけどでもねそれを上から覆い隠すっていうことはよっぽどのなんか「あ下田っしもた」と思ったんでしょうね。 もしかしたらその間記憶がなかったのかもしれないそれぐらいふっとこう何か入り込まれて書いてしまったのかもしれないしっていうただどれもそれを手にしたその日にとか。 うん、すぐにってことでその呪いの即効性強さがえげつないなって思っちゃいました、ね、いやもうあの師匠が描く絵っていうのはうまいからみんなすごいなって言うんですけどその白い馬の絵、まあ、いわゆる黒い馬の絵だけじゃなくてなんか行くとこ行くとこあんまりよくないっていうのはよく聞いてたんですよ<ー>その方が座長が描く絵っていうのはなんか気に入るからみんな欲しがるんだけどそこであんまりよくないんですって それはずっと聞いてたんで、冗談かなと思ってたんです。<ー>で、その上で、そんなこと聞いたから、もう、いや、それはもう、さすがに。僕は持って帰れませんって話をしたんですけど。いや、すごいっすね。あ、そんなことがありました。不思議ですよね。しかも、その絵を、実際ご覧になってるっていう、ねはいその。渡辺さんの口から聞くっていう。もう、全然違う絵ですよ、本当に。はい。だから、スピード感っていうのが、もう、いわゆる、その。自然を。 ななんていうかな自然と一緒にっていうカウボーイと違ってもう今この空間の中で生き残るためというかなんか果たすために動いてるその侍とやっぱり全然違うんですよオーラが違います、ね、でもね皆さんその映画気に入って手元に置かせてって言って不幸になってしまうわけで、はい、やっぱりその時点でも見いられていたのかもしれないですよね。はい、はいいやすごごお話ありがとうございました さすが芸人さん芸歴35年35年、はい、<laughs> もう話術も素晴らしかったですけどもいえいえぜひ皆さんですね、えー、渡辺広重の階段語り珠玉の階段たくさん上がっております、えー、概要欄貼っておきますのでチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします,す本当にもう大先輩素晴らしかったさすがでした本当にありがとうございましたありがとうございましたというわけでゲストシンデレラエクスプレスの渡辺広重さんでしたありがとうございましたありがとうございます <music> 階段はもう本数数えたことないんです。まあ、一人で喋ったら10時間以上は喋れんのかなとか、わ <laughs> かんないですけどね、そんなもんちゃいますかね。ちなみに10時間ぐらいじゃ収録の方させていただいてもじゃ <laughs> いいんですかダメダメダメ。いや、ね、本当に、ね、こうためにね、もう大阪からも来ていただきまして、はい。ありがとうございます。本当光栄です。もう実現しました。あのねよ、読んでいただけたらなってずっと思ってて、<laughs> なんかね、ここへあの読んでいただかないと、 お客さんとかでも、なんか、そんな、どうせもう、側でやってる人でしょ。違いますよ、何言ってるんですか、もう、そう。で、ドセンター走って、階段階を引っ張ってきてくれた先輩でいる。いやす違いますよ、違いますもう、書き込みでも、そう、ね、島田さんのそんなで、も呼んでもらえないくせにみたいな。やいやいや、もう、本当に大先輩すぎて、特に、お笑いのね、直属の先輩だし、大阪の方にね、いらっしゃるから、もう、 お呼び立てするっていうのが、ちょっともう失礼に当たると思ってなかなか声をね、かけづらかったとかあるんですよ。もうありがたいです。もうこれ僕にとってのいい友ですよ。ずうっとこう、数珠つなぎ的なね。あれ、髪切りました?。もう話題困ってません。大丈夫ですか?。髪切ったって、高橋さん言った時は別に話題困った時じゃないですから。ありがとうございます。ありがとう、メガちゃん。はい、すみません。本当嬉しいんですよ。あの、もう大げさじゃなくて。 めめちゃめちゃゃルンルンで来ましたルルンンっていつの言葉で言わないるんですけどね <laughs> 喜んできたんです <laughs> さあ、えー、今回のゲストなんですけどもあの動画の方を拝見するとですねこうなんかすごくこう綺麗な写真とかあとね音楽なんかも入ってとりあのちょっとこうまあ 感動というか、なんかすごくこう見入ってしまうような、なんかそんな動画もね、たくさん上げられている方、はい、今回来ていただきました。鈴木サンキューさんです。お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。<laughs> 鈴木サンキューです。はい。今なんか自己紹介若干噛まれましたよね。はい。もう よく噛むんです、はい。あ、そうなんですかはい、めちゃめちゃ噛みます。え、動画の方とか。何回撮り直して。撮り直して。<laughs> めちゃめちゃ撮り直していや、あのー、<う>正直ね、綺麗なお写真、はい、綺麗な音楽とともに、はい、綺麗なお顔じゃないですか。はい、いやいや、とんでもないです。とも、髪 倒すみたいなイメージ、まんみ倒してます。<laughs> そうなんですか。まだまだ、はい。もう未熟者です未熟者よく言いますよ。はい、だってもう長いですよね。あ、まあ、あの、階段を始めたのは長いんですけど、はい、今年からちょっと本格的に階段をやっていこうかなと。はい。はい、え、チャンネル名の方を、はい。はい、お願いします。えー、よう話う、よばなし。妖怪のように幽霊のゆう。えー、よばなし。で、えー、よう夜う、よばなしというのをやらせていただいております。はい 漫画のあの、第一巻みたいな感じで、まだ雑なんですけど。<laughs> <laughs> ちょっとっまだちょっと雑なところが。ごめんなさいね。なんでそんな力んでるんですか <laughs> ちょっとあの、<laughs> んそんな力む必要全くないぐらい、はい。いや、とんでもないです。なんですけどもう、今ちょっと伸びしろしかないんで、こっからどんどん。<laughs> どんどん良くなっていくと <laughs> いやいや、もう、信じてますんで。あの、若手1年目みたいなスタンスやめてくださいよ、本当に。<laughs> もう、その、そういうつもりで、はい、やらせていただいております。あ、でもあの、え、役者さんとかやられてたのいや、もう全然、本当に普通の。<laughs> その辺にいます。その辺にいます。じゃなくって、そうなんですか。はい。え、一切そういうなんか、ご経験とかな,い,かなか、はい。あ、ないです。え、本当にあのお話口調もそうだし。はい、なんかこう聞き取りやすい。なんか声優さんとか役者さんとかやられてる方なのかなって思ってたんですけど。あ、ありがとうございます。と言われますよ。お顔も含めて。言われるんですけども。はい。全然やってないんです。あ、そうなんですね。はい え、ちょ、なぜこういった活動をしていこうみたいなことにまあ、ちょっとちっちゃい頃から、かあの、いろいろ体験したりとかして。あ、霊感も終わりでね。ちょっとですけど。はい、はい。で、これをちょっと人に語っていかないといけないなという思いまして。はい。ちょっとかっこいいこと言いましたけど。<laughs> <laughs> いいですよ、ただ。ちょっとちゃんとしましょうよ、一回。すません。ふわふわしてるんで<や>ずもちょっと本当ずっと怯えてるんで<や>、はい、怯えて、どこに怯えるんですかはい。 頑張ります。<laughs> <laughs> な慣れてないんで、まだすいません、ちょっと。はい、あの、でも、イベントの方とかもね、はい、もう出られてますもん、ね、はい、ありがとうございます。はい。はい、ぜひ、あの、そういった活動の方は、ツイッター、Twitter、とか、はい。はい、はい。そういうの載ってますのでね、皆さん、その、YouTube チャンネルとツイッター、Twitter、の方もね、合わせて概要欄のしておきますので、ぜひ皆さん、チェックの方、よろしくお願いいたします。 えー、僕のちょっと実家で起きたお話なんですけれども実体験ですねはい、はい、僕埼玉県秩父市というところ生まれなんです、ええ、で生まれた家っていうのがちょっと古くから続いている家でして、ええ、で現存してるお墓に掘られてる年号を見るとまあちょっと少なくても500年以上続いている家だということが分かるんです、ええ、名家なんですね、はい、なんですけどなんだか変なことが起こるんですよ、うん、はい で僕が中学生の時に、まあ、両親から離婚することになりまして、はい、で僕は母の方についてその古くから続いている家からは出ていくことになったんですよ。うん、でなったんですけれどもおまあ父方の家なんですけどでそっちにやっぱりおじいちゃんおばあちゃんで親父、弟妹が残ってるんでよく遊びに行ってたんです、うん、でも僕も年頃になってきてやっぱりなかなかおじいちゃんおばあちゃんの家に行かなくなってきて。 であしばらく行ってないな、うん、ちょっと顔でも出そうかなと思って行ったんですね。はい、で玄関をガラガラっと開けて中に入っていくと居、まあ、今があるんですけど、うん、そこにこたつがあって「お、まあ、おじいちゃんおばあちゃゃんおやじ弟妹みんんんばあ弟妹みな座ってるんですよ、うん、でただいま」って言ったら「おかえり」っていう感じだったんで僕もこたつに入ろうかなと思ったら当時中学生の弟が。 すっと立ち上がって、僕の目の前まで来て、兄貴がいない間、大変だったんだからなって言われたんですよ。はい。なんだよ。何が大変だったのって言ったら、弟が小学生の妹を呼ぶんですね。おい、ななちょっと来いよ。兄貴にお前説明しろよって言ってるんですはい。で、妹は、やだやだやだって言ってるんですでちょっと待って二人とも、一体何があったんだよと弟に聞いたら、いや、 ばあちゃんが、狐に取りつかれちゃってって言うんですよ。へ<ー>ええ狐に取りつかれたお前何言ってんのって言ったらもう妹がブワーってなってるんで、ちょ、ちょっとおいで。何があったの兄ちゃんに話してごらんはぁ、あ。やだな兄ちゃんがね、この家に来なくなって、少し経った頃、私この今にいて、寝ちゃって、 夢を見たんだって言うんですよ。はい、夢の中で、おいって声がしたんで、そっちを見ると、白い大きな狐が一匹いて、その後ろに小さい狐がずらーっと並んでいて、うん、妹に向かって、そこ、どけーって言ったらしいんです。はい。で、妹は、うわーってびっくりして目が覚めて、うわー、怖い夢見た。お父さんに話ししよう。で、親父のところに行って、ねえねえ、お父さん、今怖い夢見た。 なんだどんな夢見たんだうん。今ね、白い狐が出てきて、後ろにちっちゃい狐がいっぱいいて、そこどけって言われたって言った途端、親父の顔色が変わったって言うんですよ。えそうか。うん、お前、ちょっとこっち来い。って親父に言われて、妹はばあちゃんの寝室に連れて行かれたんですよ。はい。で、その時おばあちゃんがちょっと寝たきりの状態になってたみたいで、うん、で、寝室に行くと。 親父が妹に、お前、あれ見えるかって言われて、うん、おばあちゃんの枕元見たら、キツネがいたのって言ったんです、僕に、えー。えはえ、お前何言ってんのって言おうと思ったんですけど、そんなバカな嘘をつく子じゃないんですよ、うん。えお前なんか変なものが見えるの いや、だってそんなこと今まで兄ちゃんに言ったことないじゃん。今まで誰にも言ってない。昔から幽霊も見えてた。でももう怖くて怖くて口に出すのも嫌で、誰にも言ってなかったって言うんです。はい。ちょっともう僕、どうしようかなと思って。で、ね、狐。う、わ、わかった。それで、それでどうしたのどんな狐だったの聞くと、座った状態で1メートルぐらいの大きさ。 結構大きいですいね。はい。で、白い狐で、口を開いていて、顔は獣そのもので。うん、で、妹の真正面に座っていたんで、はっきりはわからなかったけれども、大きな尻尾がトグルを巻くように2、3本あったって言うんですよ。<ー>で、その脇に小さい狐を2匹従えてる。で、ばあちゃんの口を使って喋ってくるのはわかるって言うんですよ。うん、なだみちゃん、もう学校終わったのって言ってくるって言うんですよ。 妹はもうびっくりして。幽霊を見たことあったんですけど、妹もキツネを見たのは初めてで、うん。うわと思ってたら、親父がそのキツネに向かって、バカやるために外にしろ出てけ怒鳴りまくってるって、はい。ちょっと待ってと思ったんですよ。親父も見えるのって思うんですよ。ああ、確かに確かに。え、妹をばあちゃんの寝室に連れて行って、お前あれ見えるかって言ったってことは、え、親父も見えるのと思って。確かに昔から、幽霊が見えるとは言ってたんです。うん、ええ 親父さ、本当に見えるのあ,あだから前から言ってるじゃないか。バカかお前って言われて。ええー、と思って。まあ、にしてもですよ。きつねってと思って。うん、で、それで、あの、どうしたのって言ったら、親父がこの会話に入ってきて。あ、はあ、どうしようかと思ってよって。いや、お払いでもしようと思ってよ神主呼んだんだよ。神社から。で、神主がうちに来てな。パカッと家見てよ。 うわーこれはって言って。で、ちょっと道具用意してくるからって言って言っちゃってよ。それからいくら待っても気がしねえんだよ。で、どうしたのかなと思ってたら電話がかかってきてな。その飼う主の奥さんからだよ。で、うちの主人が帰りに事故して、とてもじゃねえかおたくさんのは払えねえから勘弁してくれって言われちゃってよ。どうしようかなと思ってたら、ほら、じいちゃんの友達で鉄砲縁のおじさんがいたろ。鉄砲 あの猟銃持ってあの山で狩りしてるおじさんあそう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 そのおじさんがうちに来た時な変な顔してるんだよでどうしたんって聞いたら「おめんちんかおかしくねえか?」って言われてはいでじいちゃんが「なんで?」って聞いたら「もうこれなんかいるな何か変なことが起こってるだろ」って言われたからこのことを話したんです、うん、でそうしたら そ尾崎だ、間違えねえって言われたって尾崎<先>はい尾崎っていうのはこの秩父に古くから伝わってる狐の妖怪なんですよ。へ<ー>で人に害をなすんですよ、はい、災いをなして尾、えー、が尻尾がこう二股に裂けてるんで尾崎って呼ばれてるなるほど説があるんですけども、はい、それだっていうんですって。で尾崎は硫黄を嫌がるから硫黄をたけって言われたんです。うんはい、でえ 医療って何あの、温泉とかに入ってるあの、広いやつああ、そう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 。で、炊いたんだよ。回数回数なんざ覚えてねえけど、何十回と炊いたよ。こうしたらようやっと出てったんだって言うんです。うん。はあ、そうなんだ。目の前にばあちゃんいるんですよ。<laughs> で、ばあちゃんうんばあちゃんさ、狐に取りつかれたの聞いたらばあちゃんが、 うんって言うんです。<laughs> 本人が。<laughs> 自覚あるというか。はい。はい。えばあちゃん、きつ取り憑かれた時どうだったのばあちゃんな、この中に閉じ込められて、出てこれねえんだよって言うんですよ。うん、これ家族から僕、みんなからこの話さたて,ては,いはいはいはい。もうわかんないんですわかんないですね。でも、家族なんで、 全員嘘を言ってないのがわかるんですよでないですよこんなこと狐妖怪じゃないですか、うん、ないんですけど僕この時17歳だったんですけどこの日を境にこのないものがあるに変わってしまったそんなお話でございますじゃあそこから、まあ、サンキューさんもちょっとこう、はい、見えたり聞こえたりっていうことが起き始めたい、はいはい、でけ 結局じゃあ、まあその硫黄を何度も耐いたことによって、はい。まあその尾崎というキツネは払われたというふうに考えていいんですかね。そうです。<ー>ただ、まあちょっとこれ他の方に聞いたんですけれども、もし今キツネ付きで悩んでる方いらっしゃったら、硫黄ってあまり良くないらしいんですよ。なんでですか。まあ火をつけると、まあ毒が出るんですけれども、うん、それも良くないんですけど、悪いものも払えるらしいんですけど。 いいものも出て行ってしまうらしいんで。はあ<ー>、はい。使うときは皆さん、ちょっと気をつけて使っていただきたいなと思います。あ、そうですね。それは本当危ないですからね。はい。ただ、あの、普通ね、あの、狐で、で、えー、尾っぽが何本かって聞いたときに、はい、あ、九尾の狐とかね、思い浮かべたんですけど、はいはい、秩父の方では尾崎という二本に分かれた狐がいるんですね。これがですね、ちょっと。 キュービのキツネが毛が飛んでお先になったっていう話があるんですよ。毛が飛んではい、キュービのキツネの毛が全国にこう飛びまして、で、お先になったっていう話があるんです<ー>それ考えると、え、キュービのキツネもいるのって話になっちゃうじゃないですか。<laughs> いやあとすごく面白かったのが、<laughs> のの秩父という場所ですよね。はいはい、そうです。 秩父というと、ね、三神社といいうう三神神社社有名なまあ秩父山というと、はい、まあ西の比叡山東の秩父山っていうら、ねはいねすごくこう霊力の高い山とも言われてますけど、はい、あの三峰神社はい狼なんですよねそうです。あの駒犬ではなく駒狼で、はい、やはり狐の一番の天敵は狼、はい、だから昔から狐突きにあった人は三峰神社に行くとそれが払われるなんていう、まあ、言い伝えもあるという。はいはい ただまあいろんな説があるんですけどやっぱりこう「狐突き」という言い方でちょっとこう精神的に弱ってしまった状態なんじゃないか。はい、でまあ狼と言われてるぐらいまあすごくね大きな神様、まあ、神の血印ですけどそこ自体がすごい良いい気が充満してるんで弱った方がそこに行くと元気元の気になれるからまあ結局狐が払われたんだみたいな。はい 言い伝えもありますけども、やっぱ狼伝説の場所ですもんね。そうです。お札は貼ったんですけどね。だからやっぱり秩父でそういう狐のまあ悪さをする妖怪がいるっていうことは、はい、昔からあって、でそれを払う三つ峰神社の狼っていう。はい、やっぱなんかそういセットでかもしれません。地域としてあるのかもしれないです、ね。そうですね、えー。とても山深いところなんで、えーはい、ちょっといろいろ不思議なところことがある場所でございます。 で五百年前から続くお宅で、はい、それぐらいのオタクなのに、その中でも。おばあちゃんが、キツネに疲れるっていうね。はい、なんか、ひいおばあちゃんもやられたみたいです。ええー。はい、なんか、あるんですかね、まあ。ちょっと、たたられてんのかなと。ちょっと因縁メーター、はいはい、あると思いますお。で、やっぱり一番不思議なのが、その五百年続く名家、ね、その家系の中で。 <laughs> 霊感が強い人がすごいいるっていうね。ちょっと僕もびっくりして、<laughs> はい。これも女性だけではなく、男性側の方言っていう。はい、何かそういうのを引き継いでる。どういうもともとオタクだったとか、そういう伝承残ってるんですか。まあ、あの侍だったみたいです。もともと源氏から出て、ええ、はい、侍をやっていたみたいなんですけど、まあ、途中から農民にこう変わっているんですけれども、はい、そこで、まあ、いろいろ、あの、過去の話は、あの、聞いています。 はい、何か過去そこで悪さをしていた狐を退治したお侍さんがご先祖様とかそういうのないですよね。退治したっていうのは聞いてないんですけれども、まあ、刀があって刀に立た,たられたとか<ー>そういうのは聞いてます。はあ <laughs> ちょっとその辺のお話もすごく興味深いんですけども、はい、いや今回ね、はい、こ家にまつわる、はい、もう実にこうね不思議な体験談ということで、はい、ありがとうございました。サンキューさん これ舞台役者やってましたよね。やってないです。はい。やってないです。ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいですいや、途中俺ミュージカル見てるのかなって。はい、山崎育三郎さんいつ出てんだろうかっていうぐらいな瞬間あったんですけど。<laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。声出てるなはい、めちゃくちゃ練習してま <laughs> 言わなくていいのよ。言わなくていいです、別にそれ。はい。好、うん、感度は今爆上がりですよ、ね。ありがとうございます。いやー、はい、本当に、なんか、え、でも実際本当にやられてないんですよ。はい。 え、お仕事とかってずっとじゃない、ど、まあ、あの、細かくはいいんですけど、はい、会社員で。ええ<ー>。はい、汗をかきかき、やっております。<laughs> ちょっとうざいんですよね。<laughs> <laughs> <laughs> 思ってたんですよ、ね<ー> <laughs> と思ってたいやいやいや、素敵な方だなと思って、ほんと、またぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、鈴木サンキューさんですね、YouTube チャンネルの方もやられておりまして、今年からまたね、力入れてはやっております。で、あの、本当に綺麗なお写真とか音楽なんかも入ってですね、すごくこう、感動するような一部の作品ごとにこうね、上がってるという感じになってますので、ぜひ皆さん概要欄貼っておきますので、チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いいたします。 本当にありがとうございました。ありがとうございました。ゲストは鈴木三九さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ちょっともうねこのゲストの方本当に前回もすっごい楽しい時間だったんですけども、今回もね会談に対する愛があふれるはいいろんな話聞けると思います。 会談図書館主催、桜井館長です。お願いいたします。はい、桜井です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もうなんて言ったって、このオカルト、階段歴がもう長くて。はい、好きで長く続けさせていただいてます。ちょっと変な質問してもいいですかはい、どうぞ。え、その階段の魅力、うんはい、なぜここまでこう、館長は階段にあの、もともとは自分が小学校の時とかに変なものを見てたんですよ。霊感みたいなことがやっぱ終わりなんですうはいはい。で それを親とか学校の先生に言うと怒られたんです当時。あの皆さんぜひあのユーチューブチャンネル。はい。よろしい。お願いいたします。はい。怪談図書館で調べていただきますと動画がいっぱい上がっておりますのでご覧ください。はい。もうね、四百本くらい。そうですね。はい。で、皆さん概要欄貼っておきます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。さあ。今回もじゃあどういったお話を。 ちょっと今回はですね前回に続いてちょっと島にまつわるお話なんですけどこれちょっと写真がありまして、はい、それをちょっとご覧いただいてお話を進めようと思うんですけど、はいえっと、僕の、まあ、ユーザーというかリスナーの方でですねマイケルさんという方がいらっしゃいまして彼からちょっとある時連絡があって写真が送られてきたんですね、うん、そのマイケルさんという方は沖縄に住まれてるんですけが、まあ、友達がダイビングとかやる方で、まあ、ある島で泳いでて。 休憩した時に彼のスナップショットを撮ったら彼の写り方がおかしいんですとちょっとこれ館長どういうことなのか見てもらえませんかということで送ってきていただいたんですけどこううい写真なんですね拝見してもいいですかこちら本当だ浜辺、下が砂浜で後ろのこうにごつごつした岩の壁ちょっと洞窟みたいなようにも見えますけどそこで若い男の子が一人立ってると。ちちょょっっととここううね なんかフォーズ決めてう友達同士でふざけてる時に撮ったうん、うん、本当に普通のスナップショットなんですけれども何か目の前の方にはこう座椅子みたいのも見えますけど、はい、友達同士で遊びに行ったということなんですがこれをですね、はい、ちょっと拡大してみますと、はい、おかしな感じで写ってましてえ、はい、はい、よろしいですかはい その今のところ<イ>気づきませんけどもそうですね。このままだとわからないですけど、マイケルさんが言うには、そのお友達の方の体に、もう一人人間がかぶさって写ってるように写ってて、もう元の友達の顔とかでもないんだっていうんですよ、はあで。ちょっとこれをご覧にいただきたいんですけど、このうわ腕が二重に写ってるのが、本当だ !2 本あるんですよね。1本ある下にもう1本腕が写っていて、で顔もですね、何かこう2つの顔が、 ぐにゃっと混ざったような感じで変な感じになっていると思いませんかねでさっき遠かったんで分からなかったですけど、はい、アップにするとちょっと顔の表情もちょっと違和感ありますよねでやっぱりこの頭のあたりこのあたりもなんかこうちょっとこうぼやけてるというかダブダブってますけどねなんかね腕ははっきりしてると思います本本当に2本 ありますね。ありますよね。で、これね、元のお友達の顔というのがですね、全然この印象と違いまして、<え>イケメンなんですよ、非常に。かっこいい彼なんですけど。全然違いますね、はい。まず目がパッチリしてる大きな、こう、黒目なん、黒目がちな形なんですけど、この、今の写真の方は細い、こう、ネズミのような目に。にあの、だから、あの、だから、このお友達って男性の方なんですよ、ねはい。男性です、ね。僕最初写真見た印象として、はい、あれ男性の方って聞いたけど、はい、女性の方 性別がよく分からなくなる感じで写ってるんですよね。でこう歯もこう前にこう毛のように出っ張っていてもともとの彼の口の,この顔の大きさとかも,も完全に違っちゃってると。 全く別人になっでこんなふうに写ったのでこれは一体どういうことでしょうかということでこの写った場所を教えてということで教えていただきました、えー、瀬田県あまあ浅瀬とかの瀬にこ、えー、ですね海底とかの底で瀬底島って書くところが沖縄にあるんですけど、えー、そこだということが分かったんです。 で、あっ、瀬底島かと思って、ネット等でこう情報を調べてみると、あの、ある開発会社が倒産してですね、この瀬底島の有名な白浜のビーチがあるんですけど、そこに巨大なホテルの廃屋があるそうなんです。うん、そこが、まあ、いわゆる心霊スポット的な噂がいっぱいあって、お化けが出るよということで有名なんですけど、どこを拾っても、この岩場のような話が出てこない、岩場で幽霊が出るよって話が出てこないんです。うん、なのでは、もう瀬底島で調べると、その廃屋の、 噂ばっかりで今このお友達が取られたのってどこですかって聞いたらもう浜の端の方なんですね。うん、でそこにこう大きな岩があって中がえぐれてて、まあ、駐車場の屋根みたいになってるんで日陰になるからそこでみんなで休んでたんだよって話だったんですけどうん、うん、僕沖縄と聞いて短絡的に多分沖縄で幽霊が出てくる話今までの経験則で言うと多分戦争絡みなんじゃないかなと思って戦争のこう歴史とかこう事実を調べていったんですね。ででももそこにはほとんど瀬戸島でも戦闘がなかった わけではないんですけど大きな被害は受けなかったというふうに書かれているので、はい、多分戦争のこれは影響ではないんだろうということでじゃあ今度瀬ソコ島自体の歴史を調べていったら理由がわかったんですよですこの瀬ソコ島というのはできた当初から現代に至るまで結構近代に至るまで何回もこの島だけで疫病が発生してるんです でその度ごとに島の方々が非常に苦労をして媒体駆除ですねいわゆる亡くなった方の遺体をちょっと隔離したりとかその原因にばい菌を運んでくる病虫とかそういうのを退治したりとかっていろんな苦労をされて何回もその疫病を克服されてるって歴史があったんですね<ー>その時にこの岩というのはもう当時からあったらしくって、はい、どうもその病気で亡くなった方の遺体置き場にされてたんじゃないかっていうのを土地の方に聞きまして。はあ ああそれでかとじゃあここのところに置かれてた人たちっていうのは突然こう人生を送っていたのに病でパッと自分の人生が閉じてしまって何もわからないうちにここにこう積まれるような形で、まあ、島の方たちを守るためとはいえ置かれていたから多分成仏できない御霊みたいのがいてこういうふうに映っちゃったんじゃないのかねって話を マイケルさんに伝えたんですねしたらマイケルさんがちょっとこの島の方にあの電話で知ってる人が何人かいるんで聞いてみますねということで彼がちょっと調査をしてくれたらもう一つこういうふうな例が映る理由というのが分かりまして、はい、戦時中本土の沖縄では大変あの、まあ、悲惨な歴史で犠牲者の方とかたくさんいたんですけどやっぱりアメリカ軍っていうのは当時人員の量とかが日本とは比べ物にならない豊富だったので。はい この瀬底島にもやっぱり被害はあったらしくて、うん、その時に結構な爆弾とかミサイルというか手り、まあ、弾のちょっと大きいようなものとかで犠牲者が出た時に島の女の子供を優先的に逃がす防空壕として使ってたんですよ。<ー>なのでそういう歴史があったんで多分その戦争絡みでもきっと、まあえー、その昔の疫病の時に媒体駆除として死体置き場にしていたとこだったら村の人だったら知識があるから戦争で亡くなった人の遺体も。 悪くななるると腐っっててしまって病原菌の発生も温度になるからもかわいそうだけどあそこの防空壕に置こうということで置いたんではないかということが起こったので実はここに写ってる人が今こう性別もちょっとわからなかったり顔の形がちょっとおかしいなというふうに言われたらもしかすると病気か戦争で亡くなった方の遺体だったので、えー、ちゃんとした形をとどめてなかったのかもしれない。 やっぱり色色合いとかこの腕の色とかか腕のもおんですね。そうですねあの、はい、普段だとこういうふうに見えるんだと言ったお友達のお顔って結構日焼けしてる、はいはい、そうですねあのサーファーの彼なんで本当にイケメンで朝、えー、黒い感じなんですけど青白いというか真っ白で,、はい、そうですよね。はい、で,ねでこれ僕割と後輩に警察に勤めてる後輩が多いんですけど彼らやっぱり仕事上遺体というのを何度も見てるので。 まあ桜井さんこれ悪いけど生きてる人の肌の色じゃないですよっていう話はされました。<ー>はい、じゃやっぱりご病気なのか、はい、戦争でなのか亡くなられた方そうなんですね。た、うん、ただそのマイケルさんと話してたのは まあ、沖縄の歴史を語られる時に瀬底島っててほぼ出てこないんですね、うんまあ、それは一つには大きな被害がなかったという安全な面とか安心する面もあるんですけど、まあ、ビーチがすごく綺麗で観光地として人気があるところでもあるのであんまりそういうおっかないイメージをつけたくないというのも島の方にあるのかもしれませんけど、うん、でも亡くなってる人はやっぱりいて。 でその戦争とは関係ない歴史ですけど島の方々は苦労してその歴史を乗り越えられてきてるのでもしかしたらちょっとあまりにもそれを悲しい過去を忘れるというところに重きを置きすぎて亡くなられてる方々が「忘れないで」と言ってるんじゃないんですかねってマイケルさんともお話をしてたんですけど。<う>はい、いやまた考えさせられるな。まあこれもやっぱり沖縄とというと 観光地としての、ねはい、明るい面というのが僕らやっぱり今はすぐに思い、えー、もう実際に僕も何度も取材に行ってて素晴らしいところなんですけれども、こういう歴史もやっぱりこれなのも多分新聞にもどこにも出てない話で、うん、あの会談ってやっぱりこう人が亡くなる話が多いじゃないですか。はいはい、でこれはもう僕も含めて会談を話す人たちのエゴだと思うんですけど、はいはい、まあ一つのこう正義感として、うん、やっぱりこう。 そういったことがあって亡くなった方がいた。はい、で、その方のことを語り継ぐことでその方が忘れられないんだっていう、はいうん、こういう方がいらっしゃったんだってことを言う使命があるんだと思って話す側面もあるじゃないですか、はいはい。はい、それはすごく意識しますね。ただこれもまあ実はわからないので、はい、まあただのエゴかもしれないんですよね。はい、でもそういう思いはあってこう話はしなきゃなっていう中でやっぱりその話し方ですよね。はい。はい だからそのいわゆるネタとかですねっていう形でさらすような表現っていうのをしなければ、うん、そこの一線というのはすごく大きいと思うんですよね。でこんな感じで亡くなっちゃったんですよ、はい、で終わるんじゃなくって、はい、その方がどういう思いで生きてらっしゃるん、はい、ですかねって島の人たちがその歴史をどう抱えて今生きているのかっていうところに思いを馳せることでただの階段からもう一つ上の方にいくんじゃないかなというふうには思ってるんですよ、ねうんまあ、その辺 っていうのもね、まあ、今すごく階段がブームでいろんな階段屋さんが出てきてるからこそ、はいはい、やっぱりこの桜井さんの年代であるいや僕実は島田さんののファンになったのがそれだったんんです島田さんがテレビとかに出られてる時に他の方々はすごく簡単に「とか「とかっていう言葉を使われたんですねでも島田さんの階段にはほとんどそれは出てこないし出てきた時には遠回しな言い方で「ご遺体が」とか「亡くなった方が」とか言われていて。 そこはでも確かに自分では意識はしてますけどでもやっぱりその命を落とされてしまったとかっていうやっぱりそこではいそれはすごく僕も意識はしてますけどでも例えば自分がもし話されているこの階段に登場する亡くなられた例の立場になった時にこの話し方されてるってどう思うんだろうかっていうのを。 ちゃんとと考えるようなったはは実ここ最近ですですすもそれはしょうがないと思い思ますやっぱりメディアで会談というものが扱われる率がもう前に比べたら5年前に比べてもだいぶ違いますのでそこら辺の意識というのはやっぱりプロの方ほど持っってらっしゃいます、ね、<laughs> でやっぱりそのテレビで会談を話す番組って最近ほとんどなくなりましたけど、ねはい、当時結構あった中で、はい、テレビなんでもう2分でお願いします, <laughs> 分ます <laughs> 3分でお願いしますっていうことになるとも,、はいはい、もういい、ね。 どこをこう切っていくか、はい、もう最小限の情報でスパーンって最後にも切れ味は欲しいみたいな無茶なこう要望があるとどうしてもやっぱり配慮がない階段になってたんですよ。はい、もうず、長らく。はい、でも最近ありがたいことにこの YouTube っていうテレビではなくもう本当に自分が話したいものを時間を買う気にせずにしっかり話せるっていうこれが生まれたおかげでそこも考えた うんまあ、それでちょっと切れ味が悪くなってしまうとかあるかもしれないんですけど、うんうん、でもそういうお話し方はできるようにはなりやすくはなりましたよね。うんうん、そうですね。だからやっぱり死を、抹殺を削っていくとあらすじみたいな腰だけを話すみたいになると時間には合うのかもしれないんですけど、亡くなられた方とかその事件に遭われた方が聞いた時に、なんかちょっと存在に扱われてるというふうな受け取り方をされることも多々あると思うんですけど、はいうん 多分、階段ってまだブームになってから、それほど熟成してる時間が長いジャンルではないので、ええ、そこの意識を持つか持たないかっていうことすら気づいてない人が、いや、本当に。ね、いや、僕も恥ずかしながら。はい、僕もそうです。本当に。あの、それもふと自分が、はい、あの、<laughs> 階段も長くやってて、本当、はいはい、最近とかちょっと前に、バラエティ番組見てて、はい、で、そのバラエティに出てる、まあ、番組の人が、僕の話をしてたんですね。うんはい、いない僕の話を。 その時の話し方がなんかこうで最低限その芸人同士のルールとして、うん、いない人の話をする時には絶対にこの人が美味しくなるような話し方をするのがもう最低限のマナーでこれで滑るなんて思ってるのほかで,でこの人が損するような話し方、うん、ここにいないからこそ突、うん、っ込めないからこそ絶対にその配慮をして話すっていう芸人同士のルールはあるんですよ。はいうん でもそれができてない話し方をされて僕がやっぱ悲しいなって思った時に、うん、えっこれ階段も一緒じゃんって思ったん思たでですすよねね、うんうん、そうですね、はい、やっぱりこうそこに出てくる幽霊の亡くなってしまった方の話を、はい、そこにいない人の話してるのに、はい、その方がいし、まあ、階段なんて美味しい美味しくないって表現は不謹慎なんですけども味しくなるようなそう、ね、よく。 はい、映るような話し方しないとこれ同じだなっていうのうで,、ね、でも最近ですそこにまた、まま、もう一つそのコンテンツとしてやっぱり扱われている以上あの植物的なといいますか「お化けが出てきた怖い」という恐怖の楽しみ方もあっていいと思いますけどはい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 ,はい、はい、それ一辺倒になってしまうとやっぱりちょっと偏ってしまうというかはいと、はい、いうところあると思うんですわ、ね、かるな、はい、いやちょっと <laughs> はいもうなんか深くずっと話をいていていさ 聞き、聞きながら僕も聞いていただきたいっていう感じです。はい。ちょっと本当にすまん時間もかけられてますので。はい。そこでこの辺でありがとうございます。はい。ぜひ皆さんですね、YouTube チャンネルやられております、階段図書館検索してください。はい。400本以上のね、主力の階段。はい。載ってますんで、ぜひ概要欄貼っておきます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、今回もありがとうございました。ありがとうございました。ゲストは階段図書館主催、桜井館長でした。ありがとうございました。 元々は自分が小学校の時とかに変なものを見てたんですよ。霊感みたいなことやっぱ終わりなんですかですで、それを親とか学校の先生に言うと怒られたんです、当時。うん、そんなことは言っちゃダメだよとか。 って言われてある時はその学校のプールで自由時間ってありますよね授業の中で10分ぐらい好きに遊んでいいよって言われると、まあ、当時の男の子たちは「潜りっこ」って言ってこう水の中に潜って目を開けて「えどこどこに何だろう足があったよ」なんてこう目,の目を水中で開けるのが割とこうステータスだったんですけど、はい、こう潜ってた時に排水溝というか当時のプールってこう直接水をこう吸い込んで新しい水を循環させるみたいなこう鉄の金網があってです、ね、ありました,ありました そこのとこっていうのは先生からこう吸い込まれるから近づいちゃいけないよって言われて赤いテープとかがそこに貼ってあったんですけどその排水口の上に体育座りしてる男の子がいたんですよ。で、それを見て友達の方抱いたら友達もわってこう指さしてでみんなで上がってきてあいつすごいなと潜ってるだけじゃなくて排水口のとこに座ってたぞとあ,あんなうまいやついたっけ潜るのがって言って ここみんなでザワザワして先生にも言ったら先生が「えっ!」って言ってすぐに飛び込んでみたんだけど誰もいないよって話になって「でも僕見たんですよね」って言ってこ,うこれこれこういう感じの子でっていうのを言ったら3日後ぐらいに親と一緒に校長室に呼ばれてで僕ではなくて、まあ、校長先生は親に。 母親に話してたんですけど実は2年前にうちの学校のプールの授業中にその排水溝にこう体を持っていかれちゃって溺れ死んだ子がいる小学校2年生の子で体が軽かったんだけどと。でその子のことっていうのはお母さんお父さんのまあ意向もあって全校生徒には知らせてない転校ということになってる。でどういうふうにそれを桜井クが見たのかわからないけど今それをまた全校生徒に発表しちゃうと。 まあ夏の時期でもあるしショックを受ける子もいるので申し訳ないですけどお母さんの方からそういうのを言わないように伝えてくださいっていうふうに言われてあこれやっぱり変なもの見たんだなと思ったら母親がいやお前はもっと小さい頃から変なもの見たっていっぱい言ってたからって言われたんです、はあ、その頃の頃興味がつながががななっててお化けいいいるなら見てみたいで当時はネットとかかコンピュータータですから お化けを見ると言ったらなんだ心霊写真だってことになって、うん、そういう本とかを買い漁ってるうちにこれはこう取材の方法とかが昔書いてあったんですね桑松の時にこう,こういう人に連絡を取って会いに行って取材してってじゃあ僕もやってみようと思ってでお年玉をため始めて。 買買い取らせててお年玉ででってたんです,、ね、そうんです当時の子供たちはね今の子供たちのようにそのおまああんまりお小遣いをいっぱいもらえるような時代じゃなかったですから誕生日とかお年あのあった子はそういうのを貯めといて「ですいません僕に今払えるのはこれぐらいなんですけど <laughs> 大丈夫ですか?」みたいな感じで。<laughs> コンタクトを取ってくれた方に会いに行ったりしてお。お年玉あげたおばあちゃんとかね、ご親戚の方もまさかそれで心霊写真買ってるとは思わなかったでしょうね。うううね <laughs> 意外な使い方をしてるなと思ったでしょうね。本買うとかね、はい、なんか勉強の道具買うとかね、えー。まあ、好きなおもちゃを買うとか、<ー>そういう本を持ってたと思うんですけど、まあ、僕の興味はそっち側に行ってしまって、<ー>この世にいないものがいるなら見てみたいっていうのが今でもずっと続いてる感じですね。 あと昔そういうものを見ても話しちゃいけないってやっぱ言われてた。はい、そんなのね、見えたなんて言うと、はい、ね、ちょっとこうおかしくなっちゃったんじゃないかってね、はい、変なふうにも思われるしっていう。はい、ただ、今この階段が好きな方同士で集まると、はい、もうそういった否定が一切なくって、はい、本当に、え、そんな話あるんですかっていう。はい、ただよく言うのが、ずっとその話とか、実は見えてたんだけど、はい 話すとバカにされだから意外と世界中とか日本各地でそういうのを見たことのある人ってのはいるんですよねただやっぱり常識が邪魔をすると言いますかまあ会社に行っていきなりそんなこと言い始めたらこの人何言ってんのってなるのでどこにも話す場所がなかったで YouTube とかで怪談ジャンルの見てたらあっ これ自分の体験と似てるでその人を追いかけているうちにあじ,あじゃじちょっと自分も書いてみようかなっていう人とかが割と多いですよね。よねはい。だからあの怖い話なんだけど、はい、階段を。 好きな人の世界って優しいんですよね。はいはい、優しいですね。えー、特にそのこう対人関係とかでトラブルがあって辛い思いをしたとか、そういう人ほど割と怪現象を見てたりとかするんですね。<ー>だからなんかこういうの優しい人が割とそういうものの世界と近しい。あ<ー>まあ普通の人は忙しかったりすると例の世界なんてこう意識を向けないので何そんなバカなこと言ってんのなっちゃうんですけど、どこかそのやっぱりこう優しい人とかっていうのはそういうのにこう。 気がつくのかもしれないなと思ってますね。山田さ本当ちょっとした話から、またすごくこう話がどんどんこうね。そんなこと。素晴らしい話で、<laughs> はい、僕も聞きいってしまうんですけども。はい